白山。白山は、日本の北陸地方、白山国立公園内の石川県白山市と、岐阜県大野郡白川村にまたがる、標高2702メートルの山である。富士山、立山と共に、日本三霊山の一つである。日本百名山、新日本百名山、花の百名山及び新、花の百名山に選定されている。 最高点の午前方、午前が、峰には、一等三角点と白山目、神社奥の宮がある。白山は、富山県、石川県、福井県、岐阜県の4県にまたがる両白山地の中央に位置し、その最高峰である。山頂周辺は、清掃火山となっている。30万年から40万年前から、火山活動をはじめ1659年。 万治2年の噴火が最も新しい。白山とは最高峰の御前峰、標高2702メートル、県ヶ峰、2677メートル、大南寺峰、2684メートルの白山未亡中心として、周辺の三方の総称である。そのため厳密には、現在の県境は、石川、福井、岐阜、富山にまたがる。また、別山、 三の峰を加えて、白山五宝という、白山連峰と呼ばれることもある。北陸地方の中では、標高の高い山であるため、他の山では、残雪が消えた季節でも、白い山として遠方からでも一目で判明する山である。また、白くなった白山は、北陸に晩秋が訪れた象徴ともなる。かつては、五白霊と書いて、腰の白根と呼ばれ、その名残が、 現在の白山周辺の地名、白宝として残っている。その後、白山と書いて、白山と読む時期を経て、現在の故障となっている。白山を霊宝とする白山信仰は、古くからあり、中世には白山は、白山主源の霊山として栄え、登山口には、主源の道場が開かれて、白山信仰の全国的広がりのもととなった。2011年現在、 日本各地に約2700所のがあり、白山姫、神社、石川県白山市がその総本社となっている。白山はランク C の活火山である。山頂部には約15個の爆裂火口があり、一部が緑が池などの火口湖となっている。緑が池の南隣にある鍛冶屋地獄火口が最も新しい1659年の噴火で、 形成されたものと考えられている。山域の南東部は中世大ジュラキの手っ取り総群の核戦石、安山岩と奇跡安山岩などからなり、北西部は古代山紀から白亜紀後期の新規加工岩類と濃肥流門岩類などからなり、山頂付近は白山火山噴出物からなる。白山山陸周辺には 日本で数少ない中世代ジュラキの古い地層が分布し、日本を代表する恐竜の化石の出土地となっている。1874年、明治7年に、ヨハネス・ユストゥス・ラインが、白山周辺で植物化石の採集を行った。桑島地区には化石でできた労働があり、1957年、昭和37年7月10日に、桑島化石壁が、 国の天然記念物に指定された。白山の山頂部には複数の池があり、周辺を散策する登山道が山頂の大池巡り、コースとして整備されている。緑ケチと荒野が池は河口湖。白山一帯は国立公園、白山国立公園に指定されている。白山の中原は急峻なところが多く、道路もほとんどないため人石未踏の場所も、 少なくない。また、国指定白山長寿保護区、大規模生息地に指定されている、面積38,061ヘクタール。周辺は、豪雪地帯で、冬には、山全体が、真っ白になる。山域の白山市と、白川村は、豪雪地帯対策特別措置法により、特別豪雪地帯に指定されている。また山頂部には、寒ラ設計、水やじり設計、 千蛇が池設計、昼場を設計などの設計があり、夏の終わりまで雪が残っていて、万年雪となるところもある。室堂の下部付近から上は森林限界の廃末帯となっている。山頂付近には最大の緑が池、今夜が池、油が池、血の池、千蛇が池、五色池、百姓池,百姓池の七つの加工庫がある。最大の池は、 大南寺峰と剣ヶ峰の間にある緑が池である。白山は日本有数の花の山としても知られ、砂防振動を登る場合、神の助小屋を越えたあたりから様々な鉱山植物の花畑が広がる。中でも黒百合は日本一の個体数と言われ、群生する様は見事である。黒百合は石川県の郷土の花にもなっている。白山の中原には、 ブナの原生林が広がり、巨大なブナが林立し、中宮の道では、幹周5メートルを超えるという、日本有数の巨木もある。近年、もともと白山には、植生しない小膜草が見られるようになり、生態系を乱す行為として、種の持ち込みが懸念されている。白山小桜、白山風炉、白山千鳥、白山尺投げ、白山一毛、右画像の上段をはじめ、 白山を関する植物名は多く、午前立花も最高峰、午前峰に由来している。白山は日本で鉱山帯を有する山岳としては最も西に一致している。そのため早くから植物の研究が進み、白山の名が付く植物が多い。別名を含め二十種以上の白山を関する種が自生している。2010年に石川県環境安全部自然保護課は、 石川県の絶滅危惧市情報として、白山市毛、白山大箱、白山スゲを、絶滅危惧いい類、バルナラブル、ビューに指定し、白山一ちつなぎ、白山小桜、白山西湖、白山千鳥、白山旗座を純絶滅危惧、ニアセレットンド、NT に指定している。岐阜県は、白山アザミと、白山オミナイシを純絶滅危惧に指定している。環境省が、 レッドリストに指定している種はない。白山には石川県の県鳥である犬足が生息している。また、かつて白山にもョウが生息していたが、明治の頃に白山のライチョウ個体群は絶滅した。その後、2009年6月2日に石川県白山自然保護センターがメス1羽を確認し、この個体は調査により北アルプス方面から飛来したものであると推定された。 2011年6月1日にも、再び同一の来庁が確認された。山腹には、月のワグマ、日本カモシカ、日本ザルなどが生息している。白山周辺には、約2 0種の昆虫が生息し、白山を冠する種としては、白山シリアゲ、シリアゲムシメシリアゲムシカ、パンルピ北サンウンシス、白山ハバチ、ハチメハバチか、ニオコロウシュリナハクサナ、 白山ゴマフアブ、ハエメアブか、ハエマトポタ北ンシスなどがある。ケブカクロバエ、ハチメクロバエか、アルドリキナグレイミは、黒ユ木の受粉を行っている。2008年、白宝上流の手っ取り川で巨大な獣脚類の木場化石が見つかっている。得られた化石の長径は8.2センチメートルの破綻仕込んで、完全な獣脚類の歯としては、国内最大。 生息時代は白秋前期バレミアン期、体長8.5メートル、肉食。832年、天長9年に、越前、加賀、美濃の三方から白山への東廃道、禅城道が開かれた。現在も大部分が白山への登山道として利用されている。三つのコースがよく利用される。登山道で、いずれでも多くの高山植物が見られる。白山は、 国立公園の指定が古く、新たな開発がほとんど行われていない。人の手の入っていない地域が広いため、上記の3つの登山道以外はアプローチが長くなり、登山口から山頂まで2から3日の工程が必要な場合もある。白山には、友人の山小屋が2カ所ある。尾瀬と同様に、完全予約制をとっており、入山者の送料制限を行い自然環境に、 配慮している。主要登山コースでは、釈迦振動以外のコース上に避難小屋が設置されており、緊急時の避難に使用できるほか、水場に近い場合は、修羅富士山の自炊宿泊などに使用できる。また、ほとんどの避難小屋にはトイレが併設されているため、登山コース上の貴重なポイントとなっている。昭和40年代初めの登山者数は、年間1万5000人ほどだった。 1967年、昭和42年の室堂ビジターセンター改築後に年間2万人を超える多くの登山者が訪れるようになった。1983年、昭和58年から室堂ビジターセンターが再リニューアル工事に入る前の年の1998年、平成10年までは年間3万人ほどだった。1999年、 平成11年からの工事中の期間は食事提供が休止されたため1万人台ほどに減少。2002年、平成14年には3万7千人ほどに増加した。登山者が増えるにつれてその踏み跡により高山植物の群生地が荒廃した。三田ヶ原などでは木道が整備され高山植物の復元作業なども行われた。 室堂から小前方への登山道や室堂周辺の荒廃した登山道では岩を平らに敷き詰めることにより修復されている。また登山者が増えるにつれて白山の鉱山帯や鉱山帯で従来生息しない外来種のおばこ、西洋タンポポ、白爪草などの外来種が増え始めている。これらの外来種の調査や除去作業などの活動が行われている。両白山地び 石川県の最高峰である。日本ではこれより西には2000メートル以上の山がないため、2000メートル超級の鉱山として最盛端の山となる。以下の源となる河川は日本海へ流れる。白山周辺には温泉が多い。山麓には中宮の温泉、白山一里の温泉、白鳳温泉、岩間温泉、新井岩間温泉、白川郷。 平瀬温泉などの温泉がある。尾添にある渓谷には、温泉が自噴し、温泉の成分が凝結してできた塊が、登場になって隣立しているところがある。岩間噴泉東群と呼ばれ、1957年、昭和32年6月19日に、国の天然記念物指定された。白水湖の西側の地獄谷には、噴気口があり、その周辺の温泉を利用して、 白水湖半六地の大白川露天風呂に利用されている。周辺の加賀温泉郷、昭川温泉郷、あわら温泉郷などは白山由来の温泉であると考えられている。周辺は豪雪地帯で山麓と山腹には以下の白山を関するスキー場がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。